し、行くぜ。オッケー。ピークと人狼スタート。ブリーブリー。うわ。ついについに来たぜ。予言が。おお。いいぞ。あ、これは出ないタイプですか。じゃあピクトさんがピクトさんにするわけですね。霊媒は？俺にしてやるかじゃあ。チーの霊媒です。ん？え？なんで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 ？な疑問符な今の。あ、ゾムや。これ刺さないですか。さて、ゾムや。何これ、ちょっと。こいつ、早速俺を殺人しようとしてきてる。どっちお前。いや、俺は今回、フィクトさんに、コネシマさんを占ってほしいなって。あ、なるほど。ああ、コネシマさん占います、じゃあ。あ、じゃあ、中央行きます、中央行きます。中央行きます、じゃあ。中央にしてくれるのね。え？あ、なるほど。あ、来た来た来た。え、これなんか、この呼び出し怖くないなんか。二人でなんか企んでないこれ絶対。なんか俺初手殺される匂いがしてるんだけど。この二人この二人なんか企んでないなんか。大丈夫。大丈夫あの緑と黄色。大丈夫。あれあれはピントさんだなまだ。変わってないもんだ。まだ変わってないから。うん。近づきたくて。中央。いやあの。ああおと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 ちょっと。なんでロボルさんもいんの？え？いや真ん中にいっぱいいるんですよ。もうぜひコネシマさんもらってください。いや俺ムラビトなんて大丈夫ですよ。本当に？ちょっとそこから動かない。ちょっと。逆に言ってミラビトが見る意味ないかもしれないけども。あいいよ。え？なんなんチーノマジで。これ何？ああ。え怖いよ。カールどうだ？どうだ？お顔でかっ。あれなんかシンバおかしくない？シンバ待って、おかしい。あれピクトさんなんかどっかおかしいと思う。あ、ちょっと並んで。あれなんかおかしくないですか？なんかなんで、なんで服脱いで、え全然顔でかっ。ちょっとしまってもらっていいですか？え、あ、オッケーです。いや、気づきませんか？何ですか？なんか気づきませんか？僕、ピクトハウスのハウスなんですよ、これ。ハウスの公式スキンです、これ。え、ハウスの公式スキン、頭でかいの？なんか足りない。なんか足りなくない？足りなくないですか？足りなくないですか、これ。え、なんかちょっと、胸元のやつ足りなくないですか？あの、これハウススキンなんです。あ、何もないのがってこと？ネクタイつけてんのがピクトさんで、ないのがハウスです。あ、あの、なんでも知らない。ややこしいな。で僕肝試し仮に俺が呼ばれたらこれ出ます。あこれ全裸スキンで全裸で出るんすか。いいのもらった。あのハウスの公式スキンとしてこれ出ます。僕仮に出るとしたら、仮に出るとしたらこれできます。あじゃあ全裸で。なんで、あの兄貴お願いします。ピクトハウスやっていきましょう。おこれもやぞ。これピクトハウスのこれお前これやりたかったんすか。これ全然スピスやりたかったんですよ。お前らコラボやぞ。ちゃんとせえへん。ピクトハウスお前らハウスのことを見てなかったって我々だから。ハウスうるせえな消すか。待って待って待って。あこいつすいません、こいつ NG ですか。もしかして我々的にハウス NG ですか。すいません。いやピクちょうるさいの連れてきちゃいました。連れてこないでくださいよ。すいませんちょっと。すいません。おちゃろ。えこいつ消したんですか。マジでマジで。すいませんちょっと。ハウスうるさいっすけど村人なんですよ。すいません。しまど。え NG あ聞いてなかった。すいません。ちょっと。兄貴だから言ったじゃないですか。我々さん、はい、僕のこと NG って言ってたよって言ったじゃないですか。いやちょっと聞いてなかった。ごめん本当に。マジかダメだったか我々のハウス。まあうるせえもんな。そう、うるせえもんな。今から来たけどダメって言ったじゃないですか兄貴。ごめんなさい、ちょっといい子にしてるんで、ちょっと人狼やらせてあげてくださいこの子に。すみません本当。本当にほらまあじゃあ本当にいい子にできんの。ほら生徒そこの打つバラすぞ。いろいろこらできんできんの。ほらはい、すいません。ちなみに何バラ好きやったかちょっと教えてみ。お前ほんまやばいなこいつ。でかいってお前絶対編集困らすよ。俺はいいけど編集困らすねお前。さんから共演 NG が来るぞ。いやちょっとすいません、ちょっと内先生だけちょっと当たり強いみたいなんで、すいません。他の人にはみんな大丈夫だと思うんで。すいませんすいません。我々さんあのやっていきましょう。ちょっとロボロ行けよ。もうやっとくあれ。なんかでもなんか引き目感じるから、どんどんカメラが。おいびっくりした。何これ。こいつ殺せこいつ。やめよやめよ。ガチ強人おったね今。これ動いたら早いぞお前ら。早いぞ。向かったらもうやばいじゃん。やだ離れるわ俺。離れるよお前ら。ちれー予言ポジションバレる。
ちなみに俺この撮影嫌ってこと全部言ってもったぞ。一応ハウス白っすよ。ハウスが何なんだっけ。ハウス白、ハウス白っす。標準の可能性もありますけど白っす。一応めっちゃついてくる。ちょっと待って、もう一人の予言は今俺兄貴信じてるんだよ。出てない、出てない、出てない。あれハウス？え、ジョン、兄貴、ハウスじゃん。兄貴、その近くのやつ売った方がいいんじゃないですか。ハウス、ハウス、ハウス、待ってください、ハウスだよ。ハウスは室人っす。いや、ちょ、アイテム何持ってる？ちょっとハウス？出してみる。あ、エンマ君。あ、よし。ハウス、今日音割れすごいな。すいません、ちょっと、うるさくてすいません。あー、待って、なんかやらかしたら衝突やなチーノが白角だっけ。これ霊媒やね。ハウス一応よし、こっちですね。あ、霊媒誰でしたっけ。いや、なるほど。あ、チーノ霊媒だったんだ。霊媒っす、霊媒っす。あ、なんでこいつ俺の丸ちょろちょろしてんだ。これ貸すかなと思ってたけど、お前霊媒だったんだ。早くトーテム渡せって言ってたんだよ。あ、そういう声に出せよ。いや、でも言ってたやろ。どうしたその霊媒に渡すはずやのに。これはどっちですか。あ、ハウスです。すいません、わかります。いや、でも今回ちょっとわかりやすいっすよ。あっち全裸なんで。ハウスは白だけやもんな。わかるやろ。うん、すいません、わかります。グレー適当にやり合ってもらっていいんだよ。確かに。これを言うともう早速引きたくなってくるよ。おい、やりやすい。近すぎるやろ、さすがに。ちょっと離れようか。え、でも予言出てないのちょっとあれだな。出てないっすね。そうだね。おねしまさんなんじゃないの。いや、違うんすよ。それも全然あるよね。あー、今日こねしまいねえわ。ハウスさんなんじゃないの。ちょっと返事しまった。違いますね、うつ先生。違いますね。違いますね。さ、雑なよそよそしさ。じゃあ、おちゃん。チーノがあれか。いや、離れんな、あいつ。あー、今日ね。だって、兄貴、あの、僕ら白同士だから、仲間だからこれ2対1でいけるんすよ。まあ、確かに。大先生。うっ、お前何してんの。白角じゃん。え、でも白角3人いるってことですか。じゃあそうです。やめよっか、おちゃん。チーノさんと僕と兄貴っす。ワンチャンこの島さんが強人の可能性。あっちにチーノいるからあげたら。ありますね。そうするわ。そうですね。まあ、チーノさん、あの、この島さん今日休まれてるよ。あー、失礼しました。ハウスさんね。あー、チーノ、あっちに大先生が。え、お前、お前、ええ、なこと、え、おろ、こ、お、え、あれ、俺が人狼だ、来い。大、ああ、大先生。ああ、表したね。なるほど。え、トーテム渡したくなかったんやな。だから渡さなかったのか。ゾムが撃つ。ゾムやと思う。撃つゾム、撃つゾム、撃つゾムか。強人が混ざってる可能性がある。おいおいおい、バレちゃう。仕方ねえ。アリギ、アリギやりますか。撃つゾム、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 撃つゾムやりましょうよ。撃つゾム、ハウス前、ハウス前。ゾムね。僕前ですか。すいません、ハウス前。はい、やっぱ怖いからね。怖い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 。すいません、兄貴の盾。あ、ちょっ、シャオさん、お前ないの。いや、撃つぞむやから、撃つぞむやから。お前ー、いや、標準だ。標準でやるよ。あー、出る。出る出る出る。お前これ誰かやられるやろ、これ。やばいやばいやばい。やめて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 よ。怖すぎ。強人、強人がわかんねえ。あ、わかんねえな。兄貴死んでないじゃないですか。お、ショッピ君もいる。あれ、ショッピ生きてる。ショッピングでも、ショッピング生きてるよ。あれ、あ、死んだかと思ってた、俺。ちょっと待ってよ。え、死んだの、え、ちょっと待ってよ、これ。マネージャーしょうがねえって言ったから。ウツゾムはいるけど、強人がまず出てこない。偽予言誰だ。いや、あれ、偽予言かかってる。人狼の可能性あるか、ショッピ。ん？ん？ん？え、ここいると、ここいると思うんだよな。ちょっと待ってくるぜ。なるほど。偽予言はこの島じゃないのか。違いますよ。え、違う？え、本当ですか。お前さっきのアイコンタクト何やってんの。ハウス、何やってんの。アイコン…いや、兄貴、兄貴、はい、あの、僕、ウッツ先生とアイコンタクトしたってより、あの…止める止める止める、後ろ止める。やばい。えやった、あ、やった誰かやった。誰かやったわ。え、何っすか。透明、誰かやった。透明に慣れてるってことは誰だ。チーノが持ってたはず、透明。え、チーノが…シャオさんやったかな。シャオさんが透明ポーション持ってやってますから。あ、じゃあシャオロやっぱ敵やったやな。シャオロじゃん。あれ、シャオロ、シャオロさん、大先生。あれ、待って、あ、待って、なんか頭落ちてる。あれ、ハウスの頭が。
ハウス？ハウス？ハウス？ハウスで行かれた。ハウス？ショッピ君でもなんか俺と大先生がチーノ泣いた時全然売ってこんかったけど、あれは。うわあ！ちょっと。ショッピ君ここおる、ここおる。あ、お前。どこ？うわ！殺した。どうも殺した。ナイス、ナイス、ナイス。奥に大先生いた。あれ大先生だけだ。どこ大先生？はい、大大大。殺せ、殺せ。やろ！あいつ殺せ。やろ！おら！やばい、やばい、いけー、ナイス、いけー、兄貴、兄貴、ごめん、くっそー、おめでー、うわー、くっそー。え、なんで最後俺殺されたん？いや、もう、ついでに殺したけど、なんで殺したの？聞いた手が止まらんかった。聞いた手が止まらんかったんや。お前、そんなに人に嫌われたいんか？お前、そんなそういうとこやぞ。ロボロ？あの我々が嫌いでもロボロのことは好きになってください。はい、無理逆だよな。いや、ごめん、いけなかったわ。てか、大丈夫、すまん、お前の塔でも削ったの俺や。いや、そうなんだよね、俺、あれ後ろで見てて。くさ。あ、俺が偽予言なんだけど。そうね、まあ、そうだよな、あの動き的に。透明して二人持ってこうと思ったら兄貴にやられちまった。いやでも兄貴さすがっすね。いや大先生最後惜しかったけどね。ねえ、ショッピ君やられた時ちょっとやべえなと思ったよ。今ピッケル渡しちゃったから終わったなと思った。いや、で、アホがそそくそとピッケル拾いに行こうとして刺しちゃった。のそのそって前来てたからな。そう。あ、ピッケルだ。でも俺たち、でも俺たちは決定的瞬間を見逃さんかったり、その後でピクトナギが殺されるの。いや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 、テンソン殺されたんですか。いや、絶対来いやろ。そうなんですよ。いや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 、ロボロ共演 NG じゃない。ロボロそれはそれでちょっとピクの兄貴器が小さすぎませんか。いや、兄貴この兄貴ですよ。これ兄貴良くないっすよ。こいつ反抗してきやがった。こいつそんなこと言うのかお前。お前、お前ハウスか。そんなこと言うか、ピクにお前。おい、こいつ反抗してきやがったぞ、こいつ。いや、こいつちゃんとカスだ、こいつ。やべえ、ちゃんとカスだ。いや、本当にね、そうなんですよ、視聴者の皆さん。こいつ、ちゃんとカスなんですよ。いや、出てしまったな。悪いことしといて、ちゃんと反論してきたから勝つっすよ、俺。いやね、もう完全に反省する気ないですからね、僕。カスだ。カスじゃん。ちょっと待って、ガチ目に引くのやめてもらって。